こんにちは。こんにちは。明日がお誕生日という、ハッピー先生の前日、ね。60歳になります。おめでとうございます。一緒だね。仲間になりました。楽しい60代になります。まあ、60代のね、女子会をこうやって楽しんでやっておりますが、いやもう今日も話がね、尽きなくて、まあ、私たちの話を、まあ、動画で撮ろうって言いながら、今2時半、ね、この時間まで ねずっともうランチもしながらねランチもしながら話してて、全然録画してないっていう、ね、そうね、それぐらいなんか ね話がこう、面白くて、で、まあ盛り上がったのがその捉え方ですかね。私、主人がもうこう言ったらこう答えが返ってくるだろうって自分で勝手に決めて心配して、こう言ってきたらどうやって戦おうかぐらいの気持ちだったんですけど、なんか自分が変わってきて、でなんか初めてのように、もう結婚30年以上経ってますけどね、初めてのようにこう主人に相談したらめちゃくちゃ優しい言葉が返ってきたんですよね。そこで自分だったっていうのをね、気づく、幸子さんすごいよと思ったんだけど、本当私じゃんって、私が思ってた通りに現実化されてて、じゃあ私の思ってることが変わってくると、それが現実化されるっていう、これ実はね、伝わらないかもしれないですけど、私と主人の間ではすごい大事なことだったね。やっぱ捉え方って言って、相手が、その相手がというか自分が相手に良かれと思って言ってることでも、相手がどう受け止めるかは相手の問題であって、じゃあ心配して言ってることが、まあ今まで私たちの親もそうだけど、心配して言ってることは愛だと思って言ってる、でも片や言われてる側は圧力だったり、なんかこうやっぱ信頼じゃないですか。だからまあ、要は私は子育ての中に心配というよりは信頼という気持ちで、どうやってどんな気持ちで生きてるのみたいな感じで応援、で、まあ、ある人はやっぱ監督じゃなくてやっぱ応援側になれと、親は、まあ、夫婦にしても友達にしてもそうだけど、だから、なんていうの、まあ、言う側も、その、なんていうの、伝える側も何を相手にどんな状況の時にこれを言っていいのか悪いのかは判断して言わないと、良かれと思ってアドバイスをする人たちもいるけど、それがまた圧力になったりとか、そうですね、嫌な気持ちになったらもったいない、意味がないですよね。こういうことがあったんだよって言っても、その相手の人が、それはね、いいことなの？それは。って言い出したら、エネルギーが下がることになる、相手も。で、自分もそれ言われてカチンと来て、私はこれを言いたかっただけなのに、みたいな。そんな風な、陰的なアドバイスはいらないっていうことになると、自分もエネルギー落ちちゃう。もう本当に、自分が気持ちよく、相手も気持ちよく生きていくのには、どうしたらいいかっていう、その基本が分かってれば、それに合ったやり取りになっていくと思うんですよね。そうですよね。この話で盛り上がったんですよ、ランチ食べながら。本当にそうだそうだと思って。ねえ、だから、なんてね、まあ、子育てで、私もやっぱ親から心配していただいたっていうのはあるけれど、心配はもう、あなたのこと心配してるのよっていうのが、嬉しい気持ちにはやっぱならなかった。そうなの？そんなに不安なことが起こるの？みたいな、そんな、そっちの方向にやっぱりなったりして、確かに。だからやっぱりこう、どっちかしとね、あなたがしたいことならって押してあげるような、周りの人たちがそうなればね。本当ですね。もう私の子だから、信じてるから、もう、楽しんでって言えたら、そうそう。そっちの方がなんかね、いいですもんね。そうそう。だからそういうこう、信頼ある関係性をやっぱじわじわとちゃんと持つことですよね。そうですね。それは何でも話す、親子関係だったりとか、ただやっぱりこう、
それに否定的に全部やっていくと、お母さんは聞いてくれないからもう言わないのとかいう形になるので、でやっぱ反抗も反抗期っていうのもやっぱこう全部こうでしょってこうねじ伏せるような言い方をしてたら、もうなんていうの、相手も反抗になるので、やっぱ自分のエネルギーと合ったエネルギーの、まあ、エゴ的な言い方、言い方、結局あなたが何か起こし、何かがあった時は私が困るのよって言ってるのはまた違うので、そうです、そうなるとエゴなので、うん、すると向こうはそれ相応のもうエゴはエゴに対して倍きますので、うん、帰ってくるだけですもんね。そう、うんうん、何でもこう、何だろう、いい言葉でもきっと悪い言葉でも相手にやったら帰ってくる言葉は、いい言葉だったらありがとうが、自分がありがとう言うより向こうからありがとう言う方が倍に気持ちいいじゃないですか。でそれってマイナスも、うんうん、あなたバカじゃないって言うのと、向こうからあんたバカじゃないって言われたの倍に腹立つのと一緒でやっぱりね、うん、だから結局言われたりとかした人たちはどっちかというと傷ついてるわけ、うんうん、そうですね、言った人は忘れるんですよ、忘れたりしてるんです、言われたことだけ覚えてた、覚えててね、すごいいいから人間はそういうので本当に、うん、みんながそれに気づいていくようにやっていくと ね、うんうん、また笑顔いっぱいになっていくんじゃないでしょうか。いやこれもハッピー先生のね、本当、うん、楽しい助言みたいなねなんか気づかせてくれるメッセージにつながっております。それでは、はい、また、はい、ですね、またありがとうございます。女子会続けます続けます